ミニーは遠く旅に立つミッキーのためにいくつかのぬいぐるみを作ったんだ。そう、それがダッフィーさん。そしてミッキーと共に冒険の旅に出ることになったダッフィーはちょっぴり不安なんだ。なぜかってそれは見てのお楽しみ。みんなも応援してあげてね。それじゃとってもキュートなダッフィーのお話始めるよ。いっジャングルには不気味なヘビ、航海中に嵐にあって巨大なタコに会うかもしれない。どうなるわけ。ミッキー、あ、驚かすなよミッキー。ダッフィー、大丈夫だよ。僕がついてる。僕たちには楽しいことが待ってるんだから。嵐の海だ、恐ろしいジャングルだ。じゃあ
の？なんだっけ？ジーニーさ。ジーニー。魔法の絨毯で大空を駆け巡り、そしてみんなで連打を打ちまい。わー、とっても楽しそう。海の底は素敵な世界、人魚の愛へ住んでいる。黄色いお魚、お友達、いつも楽しく笑える。誰だかわかる？みんなで記念の一枚。それも素敵だね。もっと聞かせて。夢の国の仲間たちがゴンドラに乗って笑ってる。カエラはちゃんと鳥を追って暴れてみる。僕たち誰だっけ？僕の友達ブルートさ。ブルー、山道でも思い出そう。